サンクリストバルの町外れにあるツトル族の方々がいるエリアにやってきました。まあ、生活の、まあ、住宅街ですけどね。まあ、なんで何か観光スポットがあるわけじゃないんですけども、はい。まあ、ちょっと歩いて雰囲気を感じてみようと思います。さて、中腹まで登ってきましたね。これはすごい。ここ本当ただの住宅街なんですけど、景色がすごいですね。これは。いやね、かなり登ってきましたけどね、ここもちゃんと電気通ってますからね。いや、すごいとこ来たよ。たまたまお知り合いになったファミリーのお宅がこの高台の一番上のログハウスだったんですね。で、その旦那さんのおそらく工事現場入れていただいて素晴らしい景色を楽しんでます。たまたま会ったおばちゃんがね、ほらすごいですね。コラバル。さあ来ましたよ、メキシカーナ。メキシコに来て最高のごちそうです今回。もうね、全てが入ってるから、これメキシコがね、これ見てください、このサボテン、そしてケソ、ケソ、ね、なんか虫じゃないよね、虫じゃない、はい、で、ワカモレ、そしてアサーダ、アラチェラ。さあ、じゃあまず肉いってみましょうね。もうはみ出てるからね、これはすごい。この汁を見てください、汁を、この汁いってみますよ、いきますよ。デリシオーソ、うまい。いや、メキシコの肉は大体もう薄いんですよ、ステーキ頼んでも。しっかりね、噛み応えがあるメキシカーナ。さあ、
このね、うちわサボテンをご覧ください。このね、粘り気、オクラみたいでしょ。ちょっと最後にね、酸味があるんですよ、まさにね、ピニャ、アサダ、サボテン、ケソ、まさにメキシカンですよ。